皆さんこんにちは。普段日本語学院です。オンライン日本語教師養成コースのご紹介です。急速にデジタル化が進んだ教育業界において、多くの日本語学校でオンライン授業が取り入れられています。日本語を教える知識や経験がある方でも、オンライン上で日本語を教えるノウハウを身につける必要があります。このコースではオンラインで使える教材の作り方や授業の進め方を中心に学んでいただき、最後は皆様に授業を作っていただきます。実際に授業で使うスライドとポイントを見てみましょう。ポイント、音声はどのように入れるのか、アニメーションはどのように入れるのか、文字入れや画像検索の仕方は、外部サイトから素材の取り方は、レイアウトや文字の色はどんなポイントに気をつける、スライド教材を作るといってもたくさんポイントがあるんですね。週1回しっかりとオンライン授業の作り方を学び、ワンランク上の日本語教師を目指しましょう。8月28日から開講コースです。お申し込みはこちらまで。